花ね。はい。来週いよいよ引っ越しなんですけど、引っ越し前にこの近所でお世話になった方々にお礼も込めて贈り物を渡したいと思います。私が韓国に来て一人でいろいろ行動ができるようになってから住み始めた、この場所なので、たくさんの方に手を差し伸べていただいて本当に励みになった場所でもあるので、この方々に感謝の意を込めて、最後に挨拶をしたいと思います。急いで用意したので特別なものではないんですけど、これを渡してお礼を伝えたいと思います。こんにちは。이거 선물이에요. 제가 다음 주에 이사 가게 돼서. 어디로? 이사 가게 돼서요. 아, 예, 그래요? 그래서 예, 예. 많이 여기 아이고, 감사합니다. 가족들까지 이렇게 주고 가시는데. 아, 시간 내서 오게 되면 네, 오세요. 네, 예, 감사합니다. 예. 아이고, 내가 감사합니다. 아, 네, 영호 씨 크게 해주셔서 감사합니다. 예, 예. 네. 어서 오세요. 네. 아, 감사합니다. 네. 아이고 선물이에요. 제가 다음 주에 이사 가게 돼서. 어디로? 저기 이사 가게. 뭐래? 그래서 여기 오는 게 아마 못 들고 갔다고 이제. 고마워. 너무 사기 많이 빠져서 감사합니다. 아, 아니야. 이 선물이야. 애들. 아, 아니야. 아니, 애들. 아, 감사합니다. 우리 저기 아들, 애기들 남매. 아, 감사합니다. 어떡해. 제가... 아쉽다. 아쉬워요. 우리 되게 감사하죠. 아, 아니에요, 계속 아니요. 와주셔가지고. 아니요. 처음에 거기서 맞아. 열었을 때 제가 처음으로 거기 갔는데 응. 거기서 처음에 카드가 되냐고 사장님은 물었는데 안 된다고 들어서 그러면 다시 오겠습니다라고 했는데 그때 사장님이 그냥 가져가라고 다음에 돈이 주면 괜찮다고 해서 왜 그렇게 네, 그래서 왜 그렇게까지 해주시는 거예요? 라고 물어봤더니 네, 제가 일본 사람이라는 거 알게 돼서 일본 사람이라고 믿을 수 있다고 그렇게 말을 해줘서 너무 고마운 거예요. 그때도 그냥 해주셨다고 일본 분은 믿을 수 있다고 그래서 너무 고마웠대. 감동받아가지고 그러니까 우리가 뭐 하나 드려야 되나요? 네네네 감사합니다. 아유 네 감사합니다. 아유 이렇게
와주셔서 제가 더 고마워요. 진짜 너무 고마워요. 일본 분이셨구나. 네, 감사합니다. 네, 많이 마세요. 野菜屋さんに渡してきたんですけど、 すごく情のある野菜屋さんで、社長さんが韓国で住んでいけるな、温かい人がいるんだなっていう思わせてくれるきっかけをいただいた方だったので、ものすごく寂しいです。最後にお送りしたんですけど、 本当に感謝してます。ありがとうございます。こんにちは、花尾まゆみです。こんにちは、花尾まです。はい、どうも。私がこうやってカメラの前でお話しするのは広告を撮る時だけなんですけど、今日はちょっとお話があってカメラの前でお話をしようかと思います。 あさって引っ越しなんですけれども、その前にこの近所でお世話になっている方々にお礼を伝えてきました。この動画を撮る前にも何名かお礼をしに会いに行ったんですけど、急遽動画を撮ろうと思ったきっかけが、私たち花家がお外に出かけて韓国生活の Vlog や普段の育児の Vlog を動画でアップさせていただいていたんですけれども、 私たち家族が普段どんな方々に囲まれて日常生活をしているか、この近所にどんな方がいるかっていうのを普段の Vlog でお見せしたことがなかったので、普段の生活を撮って日本の両親に見せれたらなと思って動画を急遽撮ることにしました。私の父と母なんですけど、最初結婚して韓国で住むことについて、ものすごく心配をしていて、 旅行で来ることと生活することは違うと、あとは日本人の私が韓国で受け入れてもらえるのか、そういうことも含めてとても心配していました。私の個人的な YouTube チャンネルでも動画を出したことがあるんですけど、ありがたいことに今まで生活してきた中で本当に温かい方に囲まれて今まで 生活をすることができました。最後に日本に行ったのが2019年の年越しに行って、2020年の年明けに韓国に戻ってきました。なので2年半日本に帰れてない状況です。日本に帰った時まだ春は6ヶ月だったので、まだハイハイの赤ちゃんでした。 YouTube をやっていて本当に良かったなと思ったのが、こうして動画を通して日本の両親に 韓国でどうやって生活をしているのか、花の成長を日本の両親に届けることができることです。私の父と母も花と春の成長と、あと韓国でどうの生活を送っているのかっていう、YouTube のとても楽しみみたいで、そういった点で YouTube をやっていて本当に良かったなと思っています。今回私が作った動画で、ずっと会えない父と母にも、私たちがどんな方に囲まれて韓国生活を送っているのか、 見せることができると思うので、もっと安心してもらえるかなと思っています。あと2日後に新しい場所に引っ越しをするんですけど、引っ越した先でも今みたいに温かい方に囲まれて生活ができたらなと思っています。毎日お世話になている方に日々感謝の気持ちを忘れずに、これからも笑顔で花と春、あとはジョンデさんと一緒に生活をしていきたいと思っています。入国規制もだんだん緩くなっているので、 日本に帰って父と母に会えたらなと思っています。結婚をきっかけに韓国に住むことになったんですけど、韓国で生活をすると父と母に伝えた時に、私の父と母もかなり心配していたようです。稽古が韓国に行って辛い思いをしないか心配だというふうに言っていました。 私は3人兄弟の中の末っ子なんですけど、いつも両親には、やりたい方だと言ってもらっていて、留学をするといった時も、海外で仕事をするといった時も、一切反対することなく応援をしてくれました。3人兄弟の中でも私が一番心配をかけていたなと思っています。父が泣いたのを見たのが今まで2回あるんですけど、私の結婚式と、あとは花が生まれた時でした。 姉の赤ちゃんが出産した時や他の結婚式でも泣かなかったけど、花ちゃんが生まれた時
まあ、なぜか涙が出たと言っていました。その時に今まで相当苦労をかけていたんだなというふうに感じました。まだまだ小さいと思っていた大きい子が、赤ちゃんを出産をすることになって、多分ケイ君大きくなったなという気持ちで涙を流したんだと思うんですけど、おお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 おじちゃん、おばあちゃん、お巣が会いに行くよ。行くよ。会いに行くよ。お父さん、お母さん、もうすぐ会えるのを楽しみにしています。必ず今年中には会いましょう。はなちゃんとはるちゃんもだいぶ大きくなっているので、びっくりするかと思います。おじいちゃん、おばあちゃんと何したい？遊ぶ。一緒に遊ぶ。うん。ママ一緒に食べる。うん、花ちゃんも来るから、で今おじいちゃんとおばあちゃんと一緒にサルトとか、ジョニーとビタミン、ハイモニーラ、おじいちゃんに行ったところの旦那ちゃんはうまママ行こう。どう？ハラゴ、ヨンゴハラゴシラン。ハラゴでヨンゴハイモニーラおこ。なあ、会いたいな。日本のおじいちゃんとおばあちゃんと何したの覚えてる？ピアノ。ピアノ切って、はなちゃん赤ちゃんの時。うん、そうよ、はなちゃん赤ちゃんの時、おじいちゃんピアノ弾きよったよ。ピアノ弾いた。ピアノ弾いた、はるちゃん覚えた。はるちゃん6ヶ月やったか、まだ。はい。会えない時が、会えない時間が本当に長かったです。コロナが終わったら、もうすぐ会いに行きます。一緒にマコリを追います。お父さんマコリを大好きですか？次に日本に帰った時はジョンジェさんが、お父さんとお母さんとたくさん日本語で話ができるそうなので、それも楽しみにしたいと思います。できるかな。できるできる。多分緊張するから、なんか日本語が頭のずっと、あって、口から、多分出ないと思います。でも私、頑張ります。はなちゃんがは、私より日本語が上手ですから、私の代わり、なんか、日本語で話してください。翻訳して。翻訳してください。お父さんお母さん近いよ。